こんにちは、カンノです、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、今更聞けない生地のサイズの話っていうことなんですね。実際まあ、手ぬぐいの生地って言ったらね、まあ、その何種類も実を言うとないんですよね。分とか、岡とか、特分とか、特岡とか、大体この4種類が多いです。で、特にやっぱり一番使うのが分なんですね。昔から使われているのが分っていう生地です。で、その次にこの頃、まあ、デザイン的にも細かいものの表現するときには都合がいいっていうことで岡っていうのが、本当この頃よく使われるようになってきました。で、それと合わせてちょっと、特別な分っていう意味で特分ですね。ちょっといい感じです。それから特別な岡ということで特岡っていう生地。これ大体4つで分類されるんですけども、分っていう生地はですね、大体34センチから35センチっていうのがその分っていう生地の幅です。長さは90センチが一般的ですね。90センチが。で、なんで34センチから5センチかっていうと、やっぱりその昔ながらの食器なんですよ。本当昔から使ってる食器なんで、この、工場によって、工場によってもそうですけども、機械によって幅が微妙にずれるんですね、実を言うと。34センチで設定しても35センチに仕上がってみたりとか、そういったことがあります。まあ、実際、分は34センチで設定されてるもんなんです。でも実際 34.5、35、あるいは 33.5 みたいな33とか、そういったものが分のサイズですね。それと、岡は、大体35センチが基準になっています。でも今もお伝えしたように、大体34センチから36センチの幅で上がってくるのが岡ですね。それと、特分。これは大体35、6センチって言われています。まあ30、これも5か6、35.5 ぐらいで設定してるんでしょうけども、やっぱり35から36.5ぐらいの幅になります。それと、特岡ですね。特岡は36センチ、あるいは36.5ぐらいの設定だ。で、やっぱり1センチずつぐらいの刻みで、だるい感じで上がってくるんですね。で、これが大体サイズです。大体どれも既製品の長さは90センチになります。もうこれが一般的なんですね。ですから、まあ、長さの場合は、まあ、私ども、観音織物の場合は全部オリジナルで作りますので、いくらでも言ったら作ることができます。1メーター20、1メーター10、あるいは60センチとか70センチ。まあ、こういったものでも全然ご要望にお答えすることができますので、ぜひね、一度長さの相談、ね、言ってみてください。ね、自分の本当好きな70センチがいいんやということであれば、それで全然問題ないですから、ぜひね、一度それでご相談してみてください。よろしくお願いいたします。